YouTube のねライブ放送機能が全然アクティブにならないので、多分今回無理だと思いますので録画にします。宗教予言で書かれてたことは人類の堕落でしょ。で、まあもちろんそれはね、宗教関係者が最も甚だしい堕落をしている。もちろんまあ宗教家に人類が堕落するぜって書いてあったら、堕落類型はバレないように宗教に参入する、ごく当たり前の構図。非難してないよ、そういう戦略でしょ、戦術でしょ。つまりそのダメンズはダメンズを非難する立場に立ちたいとかね、それとか売国奴は売国奴を非難したいとか、侵略者は侵略者を非難したいとか、ね、犯罪者は犯罪者を非難したいとかね、それとかまあとか変態は変態を非難したいとかね、でしょ。その構図みんな字で言ってるやんか、わかるよ。みんなそういう風にしたい気持ち不十分やね、みんなって。なんか他人やからやんか、じゃあ道具じゃないよ、他人やんか。でも道具的な思考回路を育ててしまって、他人やから、他人やから道具的な思考回路に特化してないと有利じゃなかったん、あんたらは。他人やからね、だからこの事態を招いた、しゃあないや、あんたら他人やから、それが限界やね。だからあんたらはその破滅するねん、定期的に。他人やから道具的な思考回路を磨くしかないから、あなた方はその道具的な思考回路に溺れて破滅するのよ、他人やからな。しゃあないよ、他人やからあんたらな。だから出ていけ出ていけ言うてる。戦争とかその沈没とか云々より出ていけ言うてるやろ。であなた方が戦争せなしゃっきりできない男子であるっていうような歴史解釈はいつでもあるし、そんなものはね。ね、男が宗教に溺れたら女を襲うっていうのも典型的に今までずっとあんたら繰り広げてきたし、敗戦国は女に勝負させるんでしょ、あんたらずっとそれやってるよ。だから他人やからあんたらはな、そんなこと平気でしよんねん。だから出ていけ言ってるやろ。それがうちの基本的な考え方やから、戦争してみんなが出ていけるんだったら出ていったら、沈没してみんな出ていくんやったら出ていったら、だからあんたらがいなくなることが一番大事やねん。それ以外もうちにとっては別に選択しても何でもない。あなた方が勝手に選択したあなた方が出ていったらいいだけやんか。な、出ていき方はなんでうちが指定せなあかんの、戦争とか沈没とか。ね、可能性はあるけど、そういうことが起きる可能性はね、大いにあるよね、昨今ね。縄文海進、現代も起きそうやし、第三次世界大戦も目前カウントダウンみたいなのか。そやけどうちの言いたいことの腰はみんなに出ていけ言うてることやから、なんでなのなら、なぜならあなた方他人やからな。だからずっと前にうちオーディに皆さんの RNA ウイルスを廃止お願いしますってずっと頼んでるやんか。いつもいつもオーディに頼んでるの、それ遺伝子発明者のね、オーディン一族はおつじきやけどね、みんなの遺伝子を消滅させてくださいと、うちに襲いかかってきた現在遺伝子、すなわちうちはもう受精卵やったのに、その後にかかってきた精子があんたらのそもそも始まりやねん。だから出ていけっていうのは当然でしょ、免疫系なんですよねんからね。で結局その方法が戦争や大陸沈没というか、じゃあ日本沈没と大陸消滅な、日本沈没と大陸消滅はセットやからな。だからその方法じゃないとみんなまたうちに対して同じことしちゃうっていう繰り返して、うち苦しんでんねんからな。これがうちの苦しみの本質やから、だから出ていけ言ってんのあんたらな。戦争うんぬんちゃうし、地球沈没っていうか地球が海の惑星になったらうち生まれやすい、大陸と主要や言ってる、つまり腫れ物な、腫れてんねん、他の生き物の力 RNA 化してるねん、あんたらの後から襲ってきた精子を。
受精後の襲いかかった精子は全部 RNA ですよ。だからウイルスなんだろうな、元が。でうちの受精卵に襲いかかって、ほんでうちの肉体値が細胞を原料に勝手に体作ると作り変えとんねんね。うちからひどい目にあったね。その杉田先生のおちんちんに触手されて、あんたらお前最低やな、だから戦争で死ねとか言ってんのちゃうで。そんなあんたらが勝手に選んでんやんかな。あんたらいらんねんほんまに。出てって出てって出てってって言ってるだけやんか。じゃああんたら戦争とか地球温暖化とかせざるを得ないか知らんけど、ただどんどん地球のね温度上がってるよ。もうコールドスリープさせへんやんかな。でうち の, あの著作が進んでないってことは、もう一気にこのままもう大陸は永遠に地球には現れない可能性があるよね、うち書けなかったら、ね、じゃああなた方は大陸で研修できないから、またうちに対して同じことしてしまったら家からゲートストーリー書いとって、書いたらまたワンステージ残っちゃうよな。再びセルモ大陸浮上、あとはなくなってもな、なるでしょ。ただちっこい大陸やからもう人間までは進化しない予定やで。小さい大陸はまあ猫が限界ちゃうかな、哺乳類は。そうなんでよかったらやけどね、四つ足の中で日本足では哺乳類無理やから、鳥もおらんから、鳥嫌いからおらんの世界には鳥おらん、鳥嫌いやからね。鳥っちゅう生き方が嫌いやから鳥はおらん、鳥類はおらんとかね、鳥類はね。それでいいでしょ、うちの好みの世界でいいやんかな。それでも研修になるんちゃう。もうそれも嫌やったらもうせえへんから、そんなこと。大陸なんかおかへんし、島もおかへんからな。うちのお母さんの子宮内に入ってこんといてやな、すでにうち受精卵としておるのにな。なかった。